では皆さんゆっくり、それで楽しんでください。すみません、今日はありがとうございます。一曲ずつやっては紹介しながら、ゆるっと始めたいので、お酒飲みたいとかトイレ行きたい人は、ご自由にどうぞうろうろしてください。ほんまに、BGM のような感じで聞いてくれてもいいので、今回はそのピアノマレコードさんとか M レコードさんのいろんなサポートのプレーで、なんかテージと僕がそのカセットボックっていうのはね、何年前かもうわからんぐらい場所になってしまったんですけども、40数年前のカセットボックの作品がピアノレコードのこのからアナログ版にしたいというオファーがあったんで、今回クラウドファンディングをいろいろあったんですが、なんかできる感じになりました。で、今日は1曲目はちょっと水の計画というか、僕とテイの水の計画の肝になる曲なんですが、その後、プレジャーライブでも使われた曲なんですけども、まずその原型みたいなものから聞いてもらえたと思います。それもネタバラシになるんですけど、英語のテキストがあるんですけど、英会話 のテキストで、1970年代の英会話のテキストで、結構ね、ちょっと80年代、70年代の雰囲気がある面白いテキストなんですけど、これはあまり断片的には相当面白くないか、普通の英会話なんですけども、なんかその70年代の英会話の時代背景の中で、僕らは、ダムタイプの曲の元気を作ってたことがあって、やります。 Yes, we do.May I speak to Mr. Baker? He opens the door. I'm fine, thank you. How are you? My name is Kenichi Yama. Yes, thank you. Hello?Did Mr. Undo arrive at Mr. Baker's? Where do you live?
I live at 33 King's Road. Thank you.
イングリッシュカンバーセーション、英会話教室のテキストから延々とそのまま、まあ、ダンプタイプの時はこの中でベタな英会話の部分は排除して、ちょっと具体的な話がないところだけ使ってやったと思うんですけど、でもたまにケンイチ安藤というのがたまたま安藤さんが出てくるセリフはダムダイとってもよく使ってました。それで、まあ、なんとなく睡眠の傾向で始めたんですけども、睡眠の傾向のこの、今回の、演奏するバージョンは、おとがしに東京で睡眠の傾向というタイトルで、僕がダムタイプ時代の睡眠の計画という作品の、作曲の中からリコンボーズ、リコンストラクション、再構成、再作曲したバージョンを作ってたんで、それのライブ東京でやったんですけども、それの、まあ、再演という形でちょっと紹介してみます。それで、あともう一つ、テイノ・タスプラの方も、僕は去年一昨年ぐらいに、リコンボーズと再作曲、再構成という感じで曲をやってるんですけども、それは後にやってみます。それで、次は、セミのテーブルからやります。少々、一つ一つちょっと立ち上げ直さないといけないので、ちょっと時間がかかりますけど。Thank you.
今日の教室の一番テーマの曲を、ベースにしてちょっとアレンジしてみました。やつ、まあ、そのまま次に来るところですから、ちょっと違ってください。
ケイジが作るタイトルは旅ワン、旅ツーとかなんとか作ってたと思います。よくわかりませんまた今度は天皇、戦後結婚のカスブックの方からパフォーマンスでは使われてなかったんですけども、僕のスケッチでテージがカセットブックに使えたっていうので、この曲を2人でアレンジしたんですけども、この曲の、原版っていうか、その僕作曲したんですけど、そのコード進行とか全然覚えてなくって、一回ちょっと耳コピして自分の曲を耳コピしながらやり直したんですけど、ちょっと間違ってるかもしれません、すいません。でもちょっといい曲なんで。
けた記憶です。今のあと15分ぐらい、テードタズル、専門テクノからやってたんで、次テーノというやってみたいと思いますけど、この曲はね、テーノタズルの中でも昔からちょっと編曲したくてたまらなくて、でやっと、去年の舞台をやったんですけども、プレート・オブ・サームスという曲で、作品の中で、初めてこのアレンジができたんですけども、なんかテージがつけたタイトルが Watch of Heaven というタイトルで、天国の場合に、天国の監視人っていう言い方やったかな。で、そういうタイトルをつけてたんですけども、それをその去年の作品を作るときに、プロジェクト・オブ・サームスという作品を作るときに、あれ、結束のテーマをしたんですけども、この曲自体が天国の監視人というのは天使の中で、いるらしくて、グレゴリかなんかそういう天使の集団があって、それ打天使なんですけども、天国のなんか天使の中でいろんな種類があるらしくて、それをなんか偶然になんかこの曲でそのプロジェクトサムス作った時に、なんかあたかも定時が予言したような感じで、ちょっとハマってしまって楽しくアレンジできました。これはちょっと結構長いんですけども頑張って聴いてください。お酒飲みたい方は勝手に飲んでくれてもいいんですよ。僕も飲みたいんですけどちょっと我慢してます。ではやってみようと思います。お茶のヘブンの2023年バージョンです。よろしくお願いします。
今日は8時に9時だったんだ。一回終わる？あれでも歌のやつ。歌います。歌います。それで僕のライブは皆さん一曲ぐらい僕の歌を聴いてもらうという試練が待ってますから。これはね ナット・キング・コールのスターダストっていう曲があるんですけども、スターダストの歌詞だけをいただいて。曲はね、僕の曲なんですけど、これやっていいのかな恥ずかしいんだけど、ちょうどあるバンドのアルスルーからダンプタイプに移行する時にちょっとね、バンドがなくなってしまって結構なんか自暴自棄になってクソになった時に一人で寂しく過ごした曲なんですけども、やるんかな、ちょっと歌詞がね、ちょっとあやふやなんで、ちょっと考えてみます。ナットキングコール、スターダストの曲の歌詞の中でスプーンを使ってるだけなんですけど、私の声と一緒に歌います。ちょっとトイレ行かせて。そしたら